バラント男爵アマブルイコールギオームイコールプロスペ、ブルジエール、アンヌルイジロデドルシーイコールトリオゾン作、1814年。バラント男爵アマブルイコールギオームイコールプロスペ、ブルジエールは、フランスの政治家、外交官、歴史家。中道左派とされた、バラント男爵はフランスで自身を、自由主義者と称することに恥じる必要もなければ、制約もない人物の第一人者である。 クロード・イニャス・ブルジエールド・バラント男爵の息子として、1782年6月10日にリオンで生まれた。16歳の時にパリのエコール・ポリテクニークに入学した後、20歳の時に公務員になった。以降は昇進を続け、1806年には国務大臣の監査役を務めるようになった。ドイツ、ポーランド、スペインに相次いで派遣された後、 バンデ県知事に就任した。1815年の百日天下が始まった時には、南都知事を務めていたが、すぐに辞任。第二次王政復古の後に、国務大臣と内務省の事務局長に任命された。関節税局の事務総長を数年間務めた後、1819年にフランスの貴族に上された。同時期には自由主義者の間でも目立った存在になっていた。 1830年の7月革命の後、トリノ駐在フランス大使に任命され、1835年には、サンクトペテルブルク駐在フランス大使に任命された。以降国王ルイ・フィリップの治世に一貫して、政府を、指示、1848年のフランス革命で、王政が崩壊すると、同年2月に政界を引退して、オーベルニュにある領地に戻った。政界引退の直前、 レジオンドヌール勲章グランクロスを授与された。1866年11月22日に死去した。ありがとうございます。